茨城県道49号江戸崎新都根線は、茨城県稲敷市,市市内を通る県道である。茨城県稲敷市桜の国道125号から分岐して南下し、稲敷市角先の角崎交差点に接続する約 11km の主要地方道である。国道408号松山交差点から終点の角崎交差点までの 1.6km 区間は、 国道408号と重複し、単独区間はそれ、以北となる。東県道は、首都圏中央連絡自動車道稲敷インターチェンジへ、接続するバイパス道路の一部区間が整備されている。路線名称の江戸崎、新都根は、平成の大合併で誕生した稲敷市の、旧自治体名である江戸崎町、新都根町が由来で、稲敷市となった現在においても路線名は、 変更されることなく踏襲されている。1993年4月1日、前進にあたる主要地報道を成田江戸崎線は、千葉県内の区間が国道408号と重複するため廃止され、同日、起点を茨城県内の稲敷郡江戸崎町、終点を稲敷郡新都根村とする区間を新たな主要地報道として、江戸崎新都根線が認定された。 1995年、整理番号49に変更され現在に至る。前線舗装、片側1車線である。また、江戸崎中心部以外は、信号も少ない。首都圏中央連絡自動車道稲敷インターチェンジへ、接続するバイパス道路も整備されており、稲敷インターチェンジから、成田方面への交通アクセス道路として、強用されている。道路法の規定に基づき、 稲敷市、桜同士、松山及び、稲敷市、沼田同士、羽賀間は、緊急輸送道路として、機能を維持するため、災害発生時の被害拡大防止を目的に、道路用地内に電柱を建てることが制限されている。茨城県道49号江戸崎新都根線、稲敷市、松山福院、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積載4トンの、 普通貨物自動車が通行できない区間。ありがとうございます。